中西茜は、日本の作曲家、ピアニスト。兵庫県西宮市出身。父は作曲家の中西里氏。幼少期は、父の主催する西宮少年合唱団で歌う。東京芸術大学音楽学部作曲家卒業後の1992年6月、テノール歌手である夫、辻博久と共にと英しロンドン大学。 ゴールドスミスカレッジ大学院にて作曲修士号、キングスカレッジ大学院にて作曲博士号を収める。帰国後の2000年より宮城学院女子大学助教授として、赴任、2009年より同大学教授。第66回日本音楽コンクール作曲部門、第1位及び安田賞受賞、国際フランツ・シューベルト作曲コンクール特別賞。 スイタ音楽コンクール入賞、イリノ賞ノミネートなどの受賞歴がある。平成17年度文化庁在外研修院として、半年間ロンドンにて研修。作曲を、中西聡、北村明、佐藤慎、南博明、サー・ハリソン・バート・ウィッスルに、声楽伴奏法を、ゴジェフリー・パーソンズ、ハルト・ムート・ヘル、イアン・レディンガムに、英史朗読を、ゴードン・フェイスに指示。 現在、宮城学院女子大学特命教授。日本作曲家協議会、日本現代音楽協会、日本音楽著作権協会各会員。作曲家、演奏家双方の立場からの言葉と音楽についての研究が中西の音楽の主要テーマである。まず言葉があります。その言葉を生んだ背景としての社会があり、文化があり。 歴史があります。言葉を紡いだ詩人の全人格がそこに投入されています。作曲家はその言葉に全人格をかけて退治します。その結実としての歌なのです。歌を歌うということは、それらを豊かに叩いた土壌の上に、今度は演奏家の全人格をかけた根をしっかり下ろすということだと思いますと、中西は時、作曲、 演奏の両面で国内外からの評価が高い。他にも、講習会講師、コンクールの審査、テレビ番組の音楽監修等、幅広く活動している。作曲家としては、作品展をこれまでに7度開催。前述のテーマ及び幼少期から合唱団で、歌ってきた経験等から、歌曲、合唱曲の割合が大半であり、 特に合唱曲では歌いやすさ、親しみやすさで、中西は必ずしも難曲を求めない。演奏者としては、自作品のピアノ伴奏のほか、英国留学中より、夫とのデュオで各地で演奏を重ね、1996年より、英国歌曲展と称する演奏会を夫と共に、毎年開催して、イギリス近現代歌曲の紹介に努めている。ありがとうございます。